はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回はやっていきます。今回はね、ガシャやりたいと思います。一応ね、このお年玉キャンペーンそりゃないよって感じはあるんだけど、ニャンボがね、なんかねえ、知ってたらあれだったりな、2% だよ、2% ずるいよ。でも7月5日までということでね、それなりに急がなきゃいけないという感じですかね。そして選べるコインはね、まあ選べるコイン、いや一応今年もね、無課金攻略でいこうと思います。ご来光棒 1.2%、 いやーそりゃないよって感じはするけど、年末たまにこういう罠みたいなことをやるんだけど、やんな、なんて言うんだろうな、こういうことやんなきゃいいのになって思っちゃうけどね。で、ちなみに、選べるコインは、7500円。へぇー。あ、SSS が3920円なんだ。へぇー。なるほどね。はい、まあ一応ね、今回のおはじきもね、無課金攻略でいこうと思ってます。で、ZZ のエンマはね、一応ね、いつも今回の、おはじきは、最後にね、ご褒美が、まあ、ズルズルズルがちょっとどこまで強いか分かんないんだけど、エンラエンラね、そう、Y ポイントかかるんだよね。エンラエンラが多分中アタックなので、本気にね、これだけ使ってやることになるのかなって、って思ってます。まあちょっとね、ガシャね、一応いつもね3アカウント使った無課金攻略でやってるんですけど、ちょっと Y ポイントが全然ないのでね、この覚醒エンラエンラだけで戦わなきゃいけないのかなと。しかも今回ね、エンマを9回倒さない、あ、ソラナキをね、9回覚醒ソラナキを9回倒さないとエンマの封印が完全には解けないので、まあまあまあって感じでね、感じですね。そして10連福袋コインね、これも中身が結構良かったんで、これもね、3アカウントあるんでね、回していきたいと思います。一応こいつ、エンマ大王豪炎がね、やっぱり暴走エンマの、中アタッカーと中ダメージカッターになるんで、まずはね、7回優勝して、って感じですね。多分エンラエンラだけだと7日目か6日目になるのかなと。そして特攻もし引けたら、まあ5日目か6日目。ただなんかレベル7が36万らしいのとね、なんかカイラ登場、イベント限定4回、出現率アップ、なんか今日だけっていう、なんかわけのわかんないことをやめてって感じなんだけどね。だって今日初日はさ、あのお助けを頑張って Y ポイント全然稼げない日なのに、こういうガシャをやるっていうのはちょっとどうなのよっていう感じあるんだけど、まあまあまあ5100ポイントしかないんでね、まあやれる分回していきましょう。一応フー君、ライちゃんたちがこのイベントのね特攻になってくると思うんですけど、暴走寸前まで、これもすごいよね。10連福袋ね、これが暴走エンマも当たるかもしれないってことで、もうみんないきなりゲットした人とかいるかもしれないし、あー、このコインじゃあれか、ランク Z みんないいけどね、プニキュービとか欲しいな。邪神カチカチは持ってるから、持ってないアカウントはなるべくこのプニ系やると、あのなんと基本性能が上がるんで、なるべくクリスタルとかカチカチとかね、あ、これかなりいいガシャです、かっこいいんですね。まあ、なるべく、あとダンドリーもいいな。ただこれね、A ランクもあれば、B ランクもあるっていうことで、まあ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 、あんまり期待しない方が良さそうなガシャですよね。一応ね、マップはあれなんで、これで Y ポイント増えるけど全然足りないね
はい、そしてごめんなさいね、おはじきはね、チューアップがこのふうくん、ライちゃん、学生アンドロイド山田と、さっきのズルズルズル、ショーアップも意外にねバカにならないんだけどね。うん。そして本気を出したソランってこうダメージだ、こっちがね風神雷神、そして覚醒だとね、今回特攻が多いので、うん、まあちょっとそこが若干救いかなというところでね、前半はちょっと、いや、こんなに特攻が多いとは思わなかったんだけどね。まあ回していきましょう。できたら当たってほしいけどね。うん、ちょ、3アカウントあるんで、さっきの福コインと、このアカウントはね10連回したいと思ってます。このね10連福袋コインね。じゃあちょっと運を落としていきましょう。特攻がね1個でも当たれば5日目か6日目でも36万か、36万ってどうよって感じだよね。さあ行きましょう。どうなんでしょうね。あ、間違えた。なんで間違えたのお前。ごめんなさい。うわ、金が出ちゃったよ。これで運が上がっちゃったぜ。何やってんだ俺。もう一回ちょっと一つ星で運落として。いや、これ福袋コインって言ってもさ、全然当たんないね。この手のコインで当たった試しがないんだけど、行きましょう。これで10連っていうのはどんな感じになるんだろう。あ、金だ、やった、いいじゃん。なんか嬉しい。なんか三国志と違ってプニプニ全然いけてないなと思ったけど、これは素晴らしいですね。さあ行きましょう。3個も出てくれたら言うことないよ。おお、100個持ってたんか。あんまり持ってないのにな、シャドウサイド大好きだったのに。止まれ、うー、かまいたちラスト2。おい、まあまあでもちょっと楽しめたかな。はい、そしたらこっち行きましょう。10連1個は出てほしいな。でもね、このねコラボイベント以外のねガシャって本当にあんまり期待しちゃいけないんだよね。カイラ様出てほしいな、こういう時に限って。これででもカイラ出たら最強だよね。まあでもカイラ1体だけじゃエンマは倒せないと思うけど、さあ行きましょう。止まれーよっぺっ、では止まった、頼む。おお、風神の方が来てくれました。これはさっきも見たけど本気の方のアップですね。今回はちょっと特攻大事だからな、ラッキーです。さあもう一個行きましょう。ピヨン、風神2体なんてこった。はい、じゃあちょっとサバカのね福袋コインやりたいと思います。はい、2番目のアカウント来ました。まああと選べるコインもねできたら、このプニプニかカチカチかクリスタルレジェンドね、まあ、特にクリスタルレジェンドはねみんな妖怪種族効果アップがついてるので、まあ、このね基本性能も上がるので、まあカチカチ極妖怪その辺がねおすすめですかね。クリスタルレジェンドなんかね本当全部のボスで必ず使うって感じだよね、種族効果あるから。もちろんおはじきでもね使うんでね、かなりいいですよね。そして残念ながらねこのアカウント前回ね剣豪ベニマルが欲しくてね回しちゃったんだけどね、まあいいでしょう、おはじきはねしょうがない。もともとこんな最初にね出現率アップなんてちょっと想定してなかったんだけど、まあいいや、その分福コインもらえたんでね回していきましょう。
どれか来たら嬉しいな。とりあえず金は1個は出てくれる。10連っていうのは今までね、このコインでの歴史でなかったんでね、今後もちょっとこうしてほしいな。どうせ当たんねえんだから10連ぐらいやってくれてもいいんじゃないのって感じだよね。はい、じゃあ行きましょう。うい、あ、止まった。サブアカだからちょっと結構持ってない妖怪が多いからな。やった、ダンドリーだ、超当たり。これ選べるコインで買ったら高いよ。これね、超バフですね。ずっと欲しかったけど、これサブアカなんだよな。これだけでもかなりの大当たりですね。さあラスト、よいしょ。まあでも大満足ですね。ダンドリーをなんとゲットできることがあるとは。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。はい、こちらがね、3番目のアカウントです。まあ今回のね、おはじきも無課金攻略でね、3アカウントでトリプルアタックでね、トリプルエンラーアタックでやりたいかなと思ってます。とにかくね、序盤は元気ドリンク節約していきましょうね。はい、じゃあだるまさん福袋コインいきましょう。福袋そういえば最近買ってないな。よくね、毎年上野のアメ横に買いに行ってたもんだけどね、最近は行ってないな。さあ行きましょう。頼むぜ。アメ横とかすごい人だよね、正月ね。さあ金が2個だけど、結構もうダンドリーが出たんで、もう大満足ですね。これレベル4、空泣き、本気空泣きのレベル4を倒すとまたゲットできるんでね、また回したいかなと思いますよね。おお、さあ行きましょう。止まれ、ドゥッ、お、止まったよ。うっひゃー、土蜘蛛だ。古典妖怪パイセン、古典妖怪パイセン、ウィスパーのね古典妖怪になるって話面白かったよね。はい、じゃあラストいきましょう。止まれ、止まった。まあサバカだからね、期待は半分ぐらい。バイキング、まさかのバイキング。これは今はみんながやらない気まぐれゲートイベントだったかな。うん、はい、まあこんなもんだね。まあただ段取り当てたんで当たりだったんじゃないでしょうか。また次もね、楽しみにしたいと思います。はい、一応ねメインアカウント帰ってきました。福袋コインはね、ダンドリーが引けたんでね、結構いいガシャだったんじゃないかなと思ってます。そしてね、今回はガシャ10連だけやってね、ラッキーでしたね。特攻引けましたね。風神さんを引けました。本気の空泣きのダメージアップ中でしたね。多分風神と雷神で、スキルでね、パズルとつなげれるよっていうね、スキル低いな、スキル上げられないっていうこのヘタレっぷりはあるけど、勇ましか。じゃあ風神とね、エンラエンラ、ちょっと王でやろうと思ってたけど、勇ましいでっていう感じになるかな。これ攻撃力アップかということでね、 SSS の攻撃力アップならまあ悪くないと思うんでね。はい、じゃあこいつもね鍛えつつ、シャドウサイド妖怪になるんだね。なので、まあ前回のねウォッチで YSP ウォッチもゲットしたので、まあ勇ましいで本気はやるっていう感じになるのかなと思いますかね。はい、じゃあマップ攻略してガシャもやったんでね、いよいよ次回からね、おはじき頑張っていきたいと思います。またね、無課金攻略で、エンマまでね、ちゃんと到達したいと思いますんで、頑張っていきましょう。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。